はい、こんにちは、夏林です。初心者のためのギター講座、今回は羊文学さんのモアザンワーズを取り上げて弾いていきたいと思います。呪術廻戦渋谷事変のエンディングテーマとしてすごく印象的な曲ですね。まあ僕もそれ見てこの曲を知った口ですけれども、この曲ですね、まあ最初にお断りしとくと意外とね手こずるというか難易度は意外と高い曲ですね。出てくる行動的にはねすごくシンプルなんですけれども、やっぱりフレーズをこうきっちり作らなきゃいけないというのと、あとリズムがちょっとね、ややこしいし、それをそう歌いながらこう弾こうとすると、相当難易度が高くなってしまいますので、詳しく見ていきたいと思いますし、こうするとねうまく弾けるよっていうところも解説していくので、ぜひ最後までご覧になってみてください。軽くイントロからちょっと弾いてみましょうかね。まあ、ずっと繰り返してるっていう感じです。最初のその F プラス、ちょっとね名前は適当なので形で覚えてください。 F プラスっつうのが、632っていう風に弾きます。で、ピックをですねダウンダウンアップで弾くと弾きやすいです。こんな感じですね。ダウンダウンアップ、それをこうずっと続ける感じです。で、これ632って弾いたら次6323。で、ここで532、532、632っていう風に弾いてるだけ。まあ、だけではあるんですけど、それが意外と難しいっていうね。632で632。6323か。で、次532。感じですね。フレーズのリズム自体は弾いたまま弾けばいいわけなんですけれども、いわゆるその203連っていうやつですね。タン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 っていうその、リズムの中にそのフレーズを入れていくっていうことなので、タン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 っていう感じで進んでいくっていうことです。で、難しいのがその F プラスとか G プラスの時に、632っていう風に弾くのが難しいんですよね。まあ今ねピックを使って弾いてますけれども、こんな風にちょっとでもね弾く弦間違うと、もうそれは間違いとしてその、気づかされてしまうので、他の弦はもう触っちゃダメっていうのがやっぱ難しいんですよね。1弦をほぼ使わないっていうのもね難しさを引き立てちゃうポイントなんですよ。632、これ1だとピックって当てやすいんですよ。当たりやすい。だけど2でこう折り返さなきゃないな。ダウンダウンって言ってアップでこう、繰り返してまたダウンに進んでいくんだけれども、ダウンダウンアップのそのアップを2弦にしなきゃいけないから難しい。そこはちょっと練習が必要になってくると思います。僕もよく間違う成功他のその弾き語りのそのやつも載せましたけども、あれも何回も何回も弾いててようやくできたやつを載せてるので、僕もちゃんとやれっつったら意外と難しい、フレーズです。はい、これ632632353253253632っていう風に、進んでいくっていうことです。で、ここの Am7 と Am7 on G のところって、まあダイアグラムとしてそのね2つ押さえますよっていうそのダイアグラム載せてるんですけども、実際指使いというか音を出す時にはここのね2弦1フレットをしか押さえなくても成立します。だからまあ4つあるコード全て2箇所しか押さえなくて済む、
っていうフレーズになっています。他のところは触っちゃダメ、鳴らしちゃダメ、逆に言うと他のところをね鳴らさないのであれば2箇所しか押さえる必要がないっていう、フレーズになってるので、そこをね繰り返し弾いてなんとかこうだんだん成功率上げていく、ように練習するといいと思います。なかなか手こずると思います。まあ練習は必要ですね。で、まあそのね、フレーズがこうサビの手前までですね、まあ A メロ B メロみたいな感じの、ところまでずっと繰り返し奏でられるっていう感じです。僕のチャンネルだとね、それにこう歌を合わせて歌ってみたいなっていう方も多いと思います。で、これがなかなかすごく大変なんですよね。フレーズが歌のメロディーのリズムとは全く合致してないので、そこをねこう歌いながら合わせていくとなると相当難しいです。どういうふうにね練習したらいいのかなっていうところのちょっとポイントも解説するんですけれども、やり方としてはですね、そのギターを持たなくていいので、その手拍子でそのリズムをこう作っていく、こんな感じですね。彼の言った言葉何度も思い返してっていう感じで、そのここで手拍子ができるかっていうのをまずはやってみてください。これができないとやっぱね弾く時もそのリズムをねその意識しながら弾かなきゃいけないので、歌いながらその3連の手拍子ができるのかっていうのをやってみる。それがもしできるのであれば、そのギターのフレーズも歌いながらできるのかなと思います。彼が言った言葉何度も思い返してうまく返事できたかな、ぐるぐるするタン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 、いつからいつからか正解を、あ、ほんと難しいんだよこれ。いつからか正解を選ぶのが楽になって本音を無邪気なペ適当にごまかしてるじゃんっていう、はい、難しいですねでもまあ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 それができると、その歌いながらフレーズを弾ける、でさらにその弦を間違えてはいけないっていうね、結構難易度は高いと思います。で、ずっとね同じコード進行が続くように見えて、サビの手前でね E7 プラスプラスっていうような、まあ、こんな感じのコードが入ってくる、弾く弦としては、これは何を弾いてんだ、6321か、これ弾いて、まあ、サビに行く、ここだけちょっとコードが変わる、サビの手前だけコードが変わるっていうのを気をつけてみてください。はい、サビはですね、その実はこの、その曲のねそのコード進行っていうのはもうずっと同じコード進行を繰り返してるだけなんですよね。 FGAmAFGAmAmっていうその動きはずっと曲を通して変わらないっていう、そういう曲ですので、まあサビはね、まあギター一本で弾く場合っていうのはストロークで、弾けばいいと思います。そのまあバンドとしてね、ギターはサビもそれまでのアルペジオのフレーズを弾いてるような感じではありますけれども、まあ弾き語りでこうこの曲を弾きたいっていう場合は、まあサビでこう盛り上がりを作るという意味で、ストロークで。まあこんな感じでこう8ビートストローク、じゃんじゃじゃんじゃじゃじゃ
っていう感じで、曲を弾いていくといいと思います。 F メジャー7、まあ一応そのこんな風に押さえて、まあ一応6弦も、鳴らせればいいけど、あの鳴らさなくてもいいですよ。まあ6弦無視で弾いて、くれて全然構いません。で次の G6 プラスっていうコードは G6 だとこんな感じになるんだけど、そこに人差し指を加える。この音を出してあげるといいと思います。だからもうここもそうですけれども、ここのフレーズ、まあなんならねこっちの方でもそうでしたけども、人差し指はずっとその離さないで、そのフレーズを弾く。 G6 Am7Am7 の時にじゃんじゃかじゃんじゃかっていう風に弾けば、まあ弾きやすいかな。じゃんじゃ、まあ普通に8ビートだとじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃになっちゃうんだけど、じゃんじゃかじゃんじゃかで弾くとここのね音陣のその6弦がまあフレーズとして出てくるかなと思います。それをずっと繰り返す。そんなことを気にしないだってもないでいいんでしょう。まあ同じ泣いただけのストーリー、酔えそうなよりも一人じゃなくて Must be by your side。4じゃなくて6だな。テレビサイズのエンディングだと、まあここで終わり感じですよね。でミュートかけて終わりでいいんですけど、原曲はまた、まあそのリフがずっとついていく。まあ2番以降っていうのも、ありますけれども、その2番のそのフレーズとしては、ここのコード進行を、まあミュートかけながらこうね、こんな感じでこう弾いていくような感じになります。そのダウンストロークでね、ミュートをすぐこういう感じ、まあ、F メジャー7だけで弾くとね、コードを押さえたまんまこういう感じで一発入れたらダッとジャンジョンジョン、こっちから見た方が分かりやすいかな。 F メジャー7押さえます。早くやるとこうなんだけど、こんな感じで一回音を出したらジャンチョンチョン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 っていうのを、こんな感じでこうフレーズを作っていきます。それが G6Am7、ここでここ指を離すんですよ。それでフレーズを作る。ダラッダッダラララっていう風に聞こえるでしょ。
まくその開放弦を使って、そのフレーズを作ってあげるとこういう、弾き方ができます、はい、でまあそれが終わったらまたダーンのを弾いてまたねサビまで持っていく。まあサビはまたやっぱね。っていう感じで、まあ後半までずっと続くような感じです。はい。やっぱりねイントロのそのリフをいかに失敗せずに弾けるかっていうのがまず第一のハードルになって、その次の2番目のハードルとしてそれを歌いながらできるかっていうところが二重のね、難しさがある曲ではありますけれども、やっぱりこの曲すごくいい曲だと思います。僕もね今年出会った曲の中で一番この曲弾いてみたいなって思った曲だったので、ぜひ皆さんにも弾いてみてほしいなと思います。はい、あとまあ余談ですけれども、これがねまあギターで弾けるとして、まあおまけとしてねそれに足でなんかこう足踏みを入れながらそれをやるとまたねよりそれっぽくなります。まあ僕たまたまねドラムセットを持ってたんでバスドラだけ抜き出して持ってきて動画でねやったりはしましたけれども、そこにただギターで歌いながらやるっつうのも難しいんですけど、そこに足も入ると、はい、相当難易度は高いんですけれども、はい、なかなかやりがいのある曲だと思いますので、ぜひ皆さんも練習してみてください。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。夏林でした。バイバイ。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では。